ミンバトアイスミンバトアイスなんてこと、どうも、北人です。今日も北人ちゃんやったということで、ちょっと納得いかないことがありますね。あのね、チビアジン、うちの神娘チビアジンね、絵本を買ってあげます。アンパンマンの絵本を買ってあげてね、それせっかくなのね、トイレする嬉しいと思ってね、トイレの絵本を買ってあげたのよ。トイレのやり方みたいな絵本を買ってあげて、そこでさ、めちゃくちゃ何これと思ったのかさ、だからまあ、うんちする役は誰かいるわけじゃない。誰かがうんちするのをここで便所でするんだよ、みたいなことを教える、あの本だからさ、それをカバオにやらせてんのよ。なんかアンパンマンでカバオ下に見てるよね。汚れ役絶対カバオに合わせる。アンパンマンうんこしろ、お前上にうんこ詰まってんだろバカタレが。で、今日も草人チャンネルやってたぞ。草人チャンネル一回地面から塗ったら着地ないでゴロオッケー。ミンバトに置いてこの条件は戦争になるっていつも言ってるような。絶対勝つぞ。マリオがうめえ。お前持つのクソめえな。絶対邪魔する。俺が前のこと絶対邪魔してるから。ちょっと待って、これじゃ持てない。ちょっとこれじゃ持てないって、マジでマジでマジで、くそくそ、マジかよ。ちょっと待って、まずいぞ、まずいぞ、マジまずいぞ。オッケー、オッケー、オッケー。飲ませていただきよ、ごめんね。ちょ、木のこと、マリオ死ねないじゃん。オッケー、オッケー。ということはもしかして、左とか、外れかな。クソ子でよかったー。ありがとう、クソ子。オッケー。右立ってるってことよね。そうだよな。よっしゃ。はい、ごめんね。マリオさん、ごめんね。クソ子でごめんね。草人チャンネル。ガボリーヌを一体倒すところ、これオッケー。今回ガボリーヌがゲボリーヌタイプのガボリーヌだから結構気をつけないといけない。みんな、意味がわかるから、ガボリーヌがゲボリーヌタイプじゃないガボリーヌがいいからね、そこのこと気をつけてくれない。今回ガボリーヌがゲボリーヌタイプだ。お前やめ、あー、ごめんなさい、今頃謝ったってしょうがねえと、お前は。よくもやってくれた、絶対許さねえから、お前。なになに、どっかが正解か、こっちが正解で合ってんのかな。いや、でも右にゴールある気が。ガボリーヌがゲボリーヌデカボリーヌタイプだったね、ね、もう、なんなんだ、このコース。ちょっと待って、これさ、一回ゴール見といた方がいいの。オッケー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 。とりあえずゴールどんな感じであるのか見といて、腹でも予測ないような条件取り行くな。な、この殺しのライセンスは持っておけ。なにこれ、もうふざけんなよ。まずいぞ、まずい、カレカレカレ。ちょっと待って、もうちょっと待ってて、みんな。もうちょっとやり合っててくれ、ごめん。ちょっとそこでやり合って。オッケーだ、いけいけい、よしよし、はい、ありがとう。草人チャンネル。パタタがありえるな、そこに。起きちゃったって。こいつ草運びたい。よーし、ちょっとエビフライ食べたいじゃん、オッケー。エビ食べちゃう。マジお前、うめえな。お前、さっきから結構うまくねえか、エビ食べちゃう。お前、もしかして、エビフライどっち派？ソース？もしかして、タルタルソースどっちかな？草人はタルタルソース派だからな、お前。タルタルだよな、お前もな、草人。草運びたい。全員タルタル派だよね。ソース派だったら、お前。マジでぶち殺すぞ、お前は。おい、まあ、ソースもうまいはうまいけど、タルタルが最強すぎるからな、ということで、お前。エビ食べちゃんも、ま、絶対タルタル派だろう。これでゴールさせてくれたら、俺エクサイズにゴールしてくれたらタルタル派。こいつが勝手にゴールしたらソース派ってことにしとくわ。お前、何して一人で行くな。お前持ってや、何？諦めたの？急に一人で行くや、何で？どうしたどうした、いるって俺。どうしたお前。え、中の人変わった？急にお前もしかしてソース派に変わったの？もしかして。ありがとうじゃねえ、バカタルが。ありがとうじゃねえんだよ、バカタル。こっちもさ、お前、俺んこと箱、やめろ、投げんな、こっち。ソース派と仲良くしたくねえんだよ、箱、俺んこと持って投げろ。やめとけ、バカ。お前、やめろってだろ。いらねえんだよ、マジ。俺のこと投げ、バネいらねえわ。お前、ケンケ。うわ、だからソース派嫌いなんだよ。草人チャンネル。待って、キノピコの人が草人勝ちたいなんて。勝てないよ、君じゃ勝てないけど、草人がね、ここでね、実力見せてあげます。初めて当たるからね。よろしくお願いします。いいやつじゃん、お前。草人視聴者ってみんないいやつだ。そうなんだけど、やっぱり草人がいい人だから、いい人しか集まんないのよね。オッケー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 。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。よしよしよし、まだいける。やめない、ミスター最悪。ちょっと草人勝つために、お前、マジでモブたちが勝つな。マリオとかルイージとかモブたち、バカだれ。やばい、モブが勝つのが一番つまんねえパターンになるぞ。オッケー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 。勝ちたい、弱えな、お前。何をしてんだ、何をしてんだ。お前、余裕のビリじゃねえか、お前、何をしてんだ。ねえねえ、ちょっと待って、ね、かっこいいとこ見せなきゃいけないから、ここから逆転していくわ。ちょっと待って、今のところダサいとこしか見せられてねえからな。サージン勝ちたいか、ちょっと待って。あいつ、勝負にならんじゃねえかよ。オッケーオッケーオッケー。マリオがだいぶ先行ってんな。まずいまずいまずい。あばい、今回のバトコだいぶミスってるぞ。こっから勝てるか、こっから勝ったらマジでかっこいいと。逆転劇見せたらってか、あいつにこの逆転劇見えてねえよな、多分。いけ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 。頼むから、見えてた時、まあまあ、せめて、この、この動画見て、あ、草人さんこんなかっこいい逆転してたんだって言われるように。はい、余裕です。はい、これで勝ちかな。草人勝ちたい、どう？かっこいいでしょ、草人。オッケーオッケー、これで終わりだな。多分、ボス戦だからこれで終わりだと思うんだよな。草人勝ちたい、だいぶ遅そうだな、お前な。全然来る気配ないな、そして。
って、まだ終わりじゃない、ここからまだ続く、もしかして、マジか、でもだいぶ差つけてるから、これで、あ、うわー、これで終わりだ、いるかここ、はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル2対2コース来たぞ、俺ルイージちゃんで、ね、それでコクマちゃんがキノピオちゃんがチームメイトで、コクマちゃんかわいいね、クサージンと一緒に旅しような、仲良く行こうな、これやっぱりね協力が必要だからね、オッケー、相手を恨まないこと、どんなに相手がミスっても寛大な精神でね受け止めてあげること、俺のクサージン、まだ息合わなすぎるけど、今のは俺のせいってことだな、オッケーオッケー、そして右側もやっちゃって、はいこっち来るんだよ、コクマちゃんこっち来な、コクマちゃんと全然引きが、よし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 、向こうギブアップした、まあちょっとコクマちゃんとね、ちょっと待って仲の良い、ちょっとねラブラブな旅をしていこう、ゆっくりゆっくりでいいんだよ、ここだよ、そうそう、ゆっくりでいいんだよコクマちゃん、そうそう、ここに入れな、そうそうそう、ゆっくりや、あいやさ、今いい子お辞儀してくれてるとか、いい子じゃん、コクマちゃんここだよ、ゆっくりでいいよ、そう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 、かわいいね、愛おしいね、コクマちゃん、それでこっちだと、そこの隙間入っててね、コクマちゃん、お前なんで来てんだちょっと待ってね、余計なやつ、ちょっと待って、俺三角関係になるじゃん、しかもだデカ2人ちゃって、お前いらねえんだよ、お前仲良くいてやってたのにさ、なんでこっちお前素直にギブアップしとけや、なんなんこいつ、俺とコクマちゃんを仲違いさせようと、そうはいかないんだよ、俺とコクマちゃんのお前付き合いわかるか、今ここで出会ったんだぞなお前出会い歴数秒だぞ、数分だぞな、それでも愛を深めたの2人、お前クソ邪魔だな、ちょっと待ってて、絶対こいつだけや、俺がコクマちゃん勝つようにしようぜ、絶対こいつだけは勝たない、これ確かにね、最後ボス戦あるからね、お前邪魔すんなって、ボス戦あるから安心しろバカタレ、まだそうそうそう、もう一回あんだ、もう一回あんだ、そうそうそう、お前うざってえな、マジでうぜえな、お前なんなん、素直に諦めろ、俺とコクマちゃんなんか邪魔しようとすんじゃねえよ、けけ、この後が確か、お前上行ってるバカ、よし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 、そうだよな、ここだよな、このタイミング重要よ、はい2発だよな、さ、俺だよな、よし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 、はい、ありがとう、センキュー、サージンチャンネル、ヨッシーのとももごろ、オッケー、なかなかの面白い条件だね、というかマリオがすごい挨拶してくるんですけど、可愛らしいけど、ごめんねヒップドロップさせてもらってごめんね、ペロンパ殺人事件長を先に捕まえるぞ、もうあるやんけ、あいやいや、渡すかどっか行ってるボケ、よしよしよし、このままゴールでいいんじゃないの、もうゴール来い、ゴール来い、もういいよ、いや、なにこれ、大丈夫、うわ、最悪、ちょっと待って、鍵探し行こう、鍵探し、どっかにある、近くにあると思うんだよな、あるやんけ、鍵ちゃんな、お前、マジでふざけんな、お前よ、ちょっと誰か助け、マリオちゃん、お前さっき、草人チャンネル視聴者っぽかったよな、ゆず、たずたずも助けて、助けて、ありがとう、優しいね、お前な、鍵奪うんじゃないよ、お前よ、ちょっと全員的や、やっぱり全員的や、お前優しくないってことは、こいつ草人チャンネル視聴者じゃないってことに気づいたからな、オッケー、いやもうこいつキノピオもとりあえずぶっ殺そうぜ、ちょっと投げろマリオ投げろ、そいつとりあえず倒そうぜ、邪魔、そいつ邪魔、早くオッケーね、よし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 、ナイス、あれ鍵2つねえか、あれなんで鍵2個あんだ、どういうこと、あれ なんで1個しかなかったよな、どこで鍵ゲットした、なにこれ、どうしたなんでどうした、だあっぶねー、なにこれ、でも鍵がどこにもゲットできなくね、どうしたらいいんだ、あ、鍵来たじゃん、来たキノピコ持ってきた、やばいまずい、マリオに行かれる、まずい、あのスタートランキーはまずねえかこれ、うわ最悪、ちょっと待って、後続行けないじゃん、マジか、ちょっと待って、スターこれさ、ちょっと待って、扉の方何なんだろうね、せっかくどうせ勝てないから、ちょっとこっち試してみ、なんだこれは、どうした、ボーナスステージいらん、全然なんで、こっちなんかあるんじゃねえか、あスターある、あのスターゲットせ、先行けんじゃん、なんか怪しい、バカタレ、なんで俺ここに入った、今のはちょっとバカタレ、オッケー、ありがとう、よしこれでこっち側行っちゃえば、もう一回一応スタート取っといて、うわー無理やん、あキノコ状態、あ違う、んヨッシーちゃんでくりゃいいんだ、ここで一回ね、ヨッシーちゃんを取ってから、そのまま戻れば、たぶんヨッシーちゃんだったらあのブロック壊せんからね。はい、こっち来ましたよ、はい、なんか頑張ってるね。はい、ボムヘイでなんか頑張っちゃってるけど、草地ちゃんは近道してて来れちゃった。いや、しんどきなさい俺の時代が、はい、来てるのよね。あ、でも、ちょっと待って、ワンチャンみんなまだ気づいてない説あるよな。まだいけるぞみんな、まだ勝てる可能性十分あるぞ。なんで戻ってきて、バカタレか、お前はこっちが正解ルートだ。気づかなかったのかな、はい、もったいないことをしましたな。いや、ごめんな、ここちょっとゴールマッチ怖いからさせていただくわ。はい、ありがとう、センキュー。
ってたの。